週もはっちゃんアカデミー始まります。番組の最後にはっちゃんの幸せじゃんけんもあるので、ぜひ今週もチャレンジしてみてくださいね。今回も生きる上で必要な大切な空気、水、日光、泥、土、気の流れをお話しします。前回の続きではないんですが、水の話をしていきたいと思います。水の中には大自然のエネルギーが入っていると言われております。水に勝てる薬は実はないんです。水を1日2リットル飲むだけで健康にいいと言われています。私たちの体の 70% は水分で成り立っています。この水分がないと私たちは生きていけないんですね。そんな水を飲むこと、それプラス水を浴びることが大事なんです。お風呂から上がるときに水を浴びて上がる癖をつけてみてください。湯冷めするどころかポカポカしてきて風邪をひかなくなります。慣れてくると水を浴びないとお風呂に入った気分にならないぐらいになります。そうなる頃には風邪もひかない丈夫な体になるから不思議です。そして次大事なのが日光。日光には殺菌作用があります。怪我や腫れ物、ムチ打ちとか神経痛とか蕁麻疹のような痛みの時にも効果があります。それから臭みを取る作用もあります。自律神経が健全になり、イライラしなくなります。だから日光に当たることっていうのはものすごく大事なんです。セラトニンという成分もまた活性化していきます。それから不眠症の人にとってはとても日光に当たることでよく眠れるようになります。1日15分ぐらいは日光浴をする方が体のいろいろなところが回復するようになっています。ドイツのことわざにも日光の入らない家にはその代わり医者が行くよという言葉があります。その通りのことわざです。体全体を日光に当ててやるだけで健康は違ってくるんです。元気がない日は朝日を浴びると元気が出ます。ぜひお試しください。毎朝目が覚めて深い呼吸をして朝日を浴びて窓を開けることで1日が始まり運が入ってきます。深い呼吸をして朝日を浴びて朝の用意を始めてみてください。次に泥です。土です。一番いいのは素足で土の上を歩くのがいいって昔の人は言われてました。足の裏の突き踏まずは直接に土を踏まずと言いながら泥の精力を吸い込む力は非常に強いんです。冷え性の人は毎日30分ぐらい素足で地面を歩くことで昔の人は効果があったと言われています。なかなか素足で歩けるところが今はないので、私は広いプラスチックの入れ物に土を入れて毎日その上で足踏みを今しています。外に毎日出なくても簡単にできる健康法です。神経がちょっと弱い人にとっては特効薬になってくれると思います。不思議な話ですが、痛くてしょうがないところ、歯が痛い時や神経痛、リウマチなどその部分に泥を塗ると不思議と治ると昔は言われてました。ぜひですね、皆さんも日光浴に当たったり土を踏んでみたり昔の健康法というのを試してみてください。動物でも猫でも犬でも体調が悪くなると泥の上に寝て横たわって自然の上で治療しているのをよく見かけます。お百姓さんや土に毎日触る人が元気なのもこれでわかると思います。ぜひぜひ参考にされてみてくださいね。そしてそしてオンラインサロンのご紹介です。自信を持って言えます。会員様皆様入会して判断力、会話力に仕事と家事の両立、何より前向きに笑顔で生きれるコツを毎日のインプットアウトプットができて最高の人生にされてあります。社内の勉強会から講演会にライブ配信、経営学の動画に毎朝のはっちゃんからの教えなど盛りだくさんです。学びは人生を変える近道です。ぜひお待ちしております。いきますよ、じゃんけんぽん。勝った人は24時間以内にいいことありますよ。またねー。